はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。アンダーテールパート4やっていきましょう。この村、ちょっと名前忘れたわ。スノーなんとかっていう村に来て動画を終了したから、この村の探索から入っていきましょう。なんだったっけこの村の名前。そう、スノーフルか。スノーフルの町へ。そして右に行こうか。左はもう行ったもんね。で、このなんか洞窟みたいなのに入る。そして、あ、これなんかショートカットみたいな感じか。ちょっと待って、ショートカットはまだやめておこう。順序よくね、回りたいから、このなんかウサギもどきみたいなこの子に話しかけてみよう。あそこに立ってる女の人、今日はやけに嬉しそうだ。見てるとなぜか背筋が寒くなってくるよ。これかな、この下の子かな。あ、今日はとっても静かで平和だわ。私のシナモンちゃんを追い回す犬が一匹もいないもの。全然意味わからんシナモンパイあるぜ、俺持ってるぜ。ピオキング持ってるよ。ほんと微笑ましいよね、あの犬の夫婦のことさ。いつもお互いへのプレゼントをこの木の下に置くんだけど、それが決まって骨一本でね。なのに毎回2匹とも初めてもらったみたいに大喜びしてさ、そこへパピルスが現れて俺の骨を勝手に取るなっていうお決まりのパターン。でも今日はあの2人の姿が見えないな。そう、この村にね、じゃあパピルスとサンズがいると思うんだけどね。丁寧に飾り付けられたツリーだ。プレゼントの中にはサンタから町の住人に宛てたものがある。この子は、おっす、お前さ、俺と同じで子供だろ。横島のシャツ着てっからすぐ分かったぜ一緒じゃん。確かにね、横島のシャツ一緒なんだけど、横島イコール子供なの、この町は。それじゃあ続きのね、探索やっていこうか。この町には蝶々がいない。いや、お前蝶々っぽいぞ、めっちゃ。いかにもボス感出してんだけど。何か問題が起きればスケルトンのやつが魚の女の人に伝えるんだ。政治ってのはそういうもんさ。これはグリリービーズなんだろう、これカフェ、カフェか。これなんかね、右に変わったやついるんだけど、何こいつ、口じゃん。そうそう、人間の食べ物ってモンスターのとは違うんだろう。聞いた話だと腐るとかいうのをするらしいぜ。しかも食べると体の中を上から下まで移動するんだってよ。気色悪いな。いつか食ってみたいよ。食えばいいじゃんって話だけど、このね、マスターに話しかけてみようか。グリルビーがね、あ、この店の名前グリルビーって読むっぽいな。この店では水はお出ししません。水は身を滅ぼします。意味不超意味不なんだけど、都は人が増えすぎたんで、みんなこの町に移住してくるらしい。まあいいんじゃねえの、それくらいのスペースはあんだろう。これなんかあるかな。ジュークボックスは壊れている。この鳥は、2人とも鳥だね。そこにいる犬たちはロイヤルガードの、あれ、みんなどこ行った。なんか嫌な予感がする。これも鳥かな。今日女の子を釣りに行ったんだ。女なんてちょっと釣り糸垂らせばすぐに引っかかるって聞いたからさ、川に女の子がいるのかは疑問だけど、釣れたこと愛を育むつもりだよ。たとえそれが魚でもね。お前食う気やん、絶対食べる気やん。このね、扉を調べてみようか。その火災用出口から出られるのは私のように体が燃えている人だっけ。マスターだけってことか。このウサギのバッグは、バッグじゃない。なんだこいつ、こんな店最低って言ってるけど。マフラー長マフラー長、なんだか何もかも悪い方向へ進んでる気がする。この子は、地底の世界にはいろいろと問題があるけれど、それでもみんな笑って暮らしてる。なんでって、どうせ何もできないんだから文句言っても仕方ない。これ上行ってみようか。先に家があるな。誰かいませんか。あ、なんと美しいノックの音。返事をしなければもう一度聞けるだろうか。もう一回してみよう。あ、辛抱強く待った甲斐があった。もう一回してみよう。待って、誰も出ないのああしか言ってねえんだけど。ああしか。それじゃあね、この家は出なそうだから、こっちに行くか。なんかいるんだけど。何やってんのあんた、何やってんの。そんなでかい氷をぶん投げて何やってんの。話聞きたいんだけどな。向こうに行けないもんな。
じゃあ上に行って、お、なんだ、電話鳴ってる。Hello? Can I speak to G? あれ、番号間違えたかな。間違えたよ、ごめんなっちゃい。なんだこの音。めっちゃパロディーな音楽だけど、誰この子。え、切れた、切れたんだけど。誰だったんだろう。それじゃあ右の方も探索していこう。図書館。図書館。図書館じゃないのこれ。図書館でしょこれ。ここは図書館だよ。あ、分かってる。表の看板は字が間違ってる。やっぱりか。うわ、これインクだ。これモンスターズインクの何これ、ピンクバージョンみたいな。その目つき、いや、お前の目つきもやべえけどな。君はクロスワードパズルに手こずるタイプだね。そうなの、俺手こずるの、まあ、苦手だけどね。このピオキングは新聞を作る仕事はとても気に入っているわ。ここではニュースなんてほとんどないから、載せるのは漫画やパズルばかり。おばちゃんはごほごほ、子供の頃学校でよく文字探しをやらされたわ。魔力で構成されているモンスターたちの体は魂と連動する。このため戦いを望まぬモンスター防御力が低下する。そうなんだ。ってことはあのトリエルを倒した時300以上ダメージ与えたんだけど、その時戦いを望んでなかったんだ。もう最悪だ。その戦いを望んでない状態でもしかしたら逃がせれたのかもしれない。学生が書いたレポートだ。モンスターの弔いの儀式についてまとめてある。モンスターの組織や専門的観点から見てもめちゃかっこいい。モンスターは年を取ってぽっくりいくと体が塵になる。葬式ではその塵を個人が生前大事にしてた何かの上に巻く。何かって何。曖昧だな。指定の枚数になったからこれ以上書きたくないんだけど。そうだな、俺もちょっとそろそろ読むのだるくなってきたな。そしてこの右に行って、これ何、開封されていないダイレクトメールがぎっしり詰まってる。ちょっと待って、家の人取ろうぜ。これこんなに手紙溜まってんだから取ろうぜ。お、パピルス、身を空っぽだ。そうか、パピルス意外とマメなんだな。ちゃんと見てるっぽいぞ。鍵がかかっている、ダメじゃん。ここは内側から鍵がかかっている、ダメじゃん。この花は調べないか。それじゃあ右に行こっか。この町は調べ尽くした感があるけど、さっきあの氷、あのクマみたいなやつが投げてたやつだよね。ちょっと待って、これマジ見えないんだけど、これ大丈夫？ずっと右に行ってみようか。え？何これ？あ、パピルスいるね。人間よ、複雑な感情について語っても良いか。パピルスじゃないこんなの。何真面目になってんの。急にめっちゃ真面目になってんだけど。自分と同じようにパスタを愛するものを見つけた喜び、自分と同じようにパズルが得意なものへの憧れ、イケてて頭もいいやつにイケてると思われたいという願い、これこそ貴様が今抱いている感情だな。別にそんなの感じてないけどな。俺様にはそんな気持ちはさっぱりわからんが、何しろ俺様は偉大なるパピルス様だから。友達がたくさんいるやつの気持ちなんて普通に知ってるし。孤独な人間よ、貴様は哀れだ。だが案ずるな、俺様が貴様を一人ぼっちにはしない。この偉大なるパピルス様が貴様の友達になるのか。もしかしてパピルス、勇気を出すんだ、友達になろうぜっち。え、ちょっと待って、パピルス、え、俺様は貴様の友達にはなれない。なんで？なろうぜパピルス。俺お前のことめっちゃ好きなんだけど。貴様を捕まえれば俺様の長年の願いの夢が叶う。強くて人気者で有名人、それがパピルス様。直にロイヤルガードの一員になる男だ。え？マジで？ちょっと待って、戦うの？パピルス？どうしよう。マジか、パピルスと戦うなんて思ってなかったな。行動パピルス、くどくか、くどいてみよう。俺様をくどいてるの。ついに貴様の本当の気持ちを明かされたな。赤文字で書かれてたね。だが貴様は自分が俺様にふさわしいと思うか。スパゲティ釣れます、言ってみるか。なんと貴様は完全に俺様のタイプだ。ということは貴様とはデートをしないといけないな。ではデートをしよう。貴様を捕まえた後でな。待って、なんか来る、これ
何これ、弱くない？デートに着ていく服を考えている。服あるの？パピルス、もう一回口説いてみる。ちょっと待って、貴様を捕まえた。じゃあこれ一回攻撃しないとダメかな。他に行動なんかあった？分子侮辱はダメだな。一回してみるか。なんと親切な俺様、貴様と戦いやすいよう気を作っているのか。すごいなこのパピルス、考えが。パピルスは耳の後ろにボーンコロンをつけた。ボーンコロンってなんだろう。あ、もしかして香水かな。分析してみようか。アタック20、ディフェンス20か。そんなに強くないな。しかも攻撃も弱いしね、これ。一回攻撃してみようか。A 連打か、これ。まだ。OK。よし、どうやら本気のようだな。では、俺様の有名な青攻撃を食らえ。青攻撃って確か、動かなくていいやつだよね。パピルス弱いんだけど、こんなやつ倒したくないな。あ、音楽がなくなった。え？え？何これ？ちょっと待って。え？貴様は青くなった。なんで？これがパピルス様の青攻撃だ。青くなった。音楽変わった。どうしよう。確かにハートマークが青くなってる。ちょっと口説いてみる。パピルスは戦うのに夢中で口説いてもリアクションがない。これ青くなったら動かなくていいとか。ダメだ。動かなくちゃいけない。ちょっと待って。重いなこれ。難しいぞこれ。結構メタブランドのアニメパウダーをはたいた。じゃあ攻撃してみるか。じゃあオッケー、上ボタンを長押ししてジャンプしてみろ。あ、ちょっと上ボタンこうか、これか。オッケーオッケー、さっきからしてるけどね。よし、じゃあそれじゃあ戦う気力がなくなるまで攻撃してみよっか。結構ダメージを与えたら、ちょっと待って、これでかくね？でかいでかいでかい。よしよしよし、いいねいいねいいね。もう一回攻撃しよう。なんかモテモテスライムとかつけてるけど、パピルス攻撃した時の顔がやばいんだけど。スペシャル攻撃を使わせるなよ。よし、次は左からか。あ、ちょっと待って、難しいなこれ。よし、俺はねマリオもやってるからこんくらいのジャンプは平気だぞ。オッケー、いいね。とりあえず半分以上を食らわそう。半分以上ダメージを与えようか。待って、これ無理じゃね。あ、これ動かんでいいのか。うわ、早っ。今ずるくない？今めっちゃずるくない？いきなり右からめっちゃ速いの来るなんて。この俺様がロイヤルガードのに、あ、待って、これ難しい。あ、よし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 、おりゃー。楽しいなこれ。いけ、もうちょっと、もうちょっとでダメージを与えよう。で、ジャンプで、動かない。そして右から来る。そしてジャンプ。あ、待って、これ難しいな。骨攻撃を準備しているか。もう一丁行く。そろそろ死にそうだけど、そろそろ死にそうだけど、あんまりね倒したくないんだよな俺。トリエル倒しちゃった時めっちゃ悲しかったもんね。次の手を考える。これで次口説いてみるか。そろそろ口説かなくちゃパピルス倒してしまうかもしれない。よし、オッケー。で、行動パピルス口説いてみるか。ダメかー、ダメだこれ。多分攻撃しなくちゃいけないぞ。よし、まだってことか。まだダメージを与えないけんのか。そろそろね死にそうなんだけど。お、犬、それは俺様のスペシャル攻撃じゃないか。おい、聞こえてるか。その骨をかじるんじゃない。やめろ、何をする気だ。俺様のスペシャル攻撃を返せ。こうなったらウルトラかっこいい普通の攻撃を使うしかない。これ以上攻撃してしまったら倒しそうだから口説こう。ダメだー。よし、じゃあ見逃してみよっか次。あ、待って、早い早い早い。ちょっと待って、これ難しくね。ちょっと待って、こっちの方が難しいんだけど。やばい、死ぬ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 。残り20か、まだいけるけど。あ、待って、スペシャル攻撃来た。めっちゃ
待って、スペシャル攻撃なんだけど。ちょっと待って、え、何これ、かわいいな、攻撃が長っ。え、なんだこれ、え、なんこれ、なんこれ、なんこれ、え、なんこれ、なんこれ、おお、すげえすげえ、楽しいなこれ。え、まだあんのこれ、なんこれ、めっちゃ遅いんだけどなんだこの攻撃、てか攻撃長くね、疲れてるやん、見ろ、プルプル震えてるではないか。ではここで偉大なるパピルス様が情けをかけてやろう。貴様を逃がしてやるぞ。今なら見逃してやっても良いと言っている。やった、これ以上ね攻撃するのはちょっと非道だから見逃そっか。パピルスはね殺したくない。俺ねこのパピルス絶対いいやつだって分かってるから。俺、貴様のように貧弱なものすら倒すことができないとは安泰に飽きられてしまうな。俺様はロイヤルガードになんてなれない。友達の人数だって増えはしないだろう。俺がいるじゃん、そう、友達になろうぜパピルス。最初からそう言えよパピルス。特別に貴様を許してやってもいいだろう。うひょ、デートに行く前からお友達止まりだなんて、さすが俺様。友達を作るにはダメダメなパズルをやらせてバトルをすればよかったんだね。人間貴様いろんなことを教えてくれた。よってここを通っても良いものとする。それと地上に出る方法だって教えちゃうぞ。え、マジで出れるんだ。このまま進んでいくと洞窟の終わりにつく。そこが都だ。そこにあるバリアを抜ければ外の世界に出られる。バリアは我々の地底の世界に閉じ込めている魔法の封印を。こちら側に入るのは簡単だが、外へ出るとなると話は別。強い魂を持つ者でないとバリアを抜けることはできない。だが貴様ならできる。だから王様人間を捕まえようとしている。そういうことか。人間の魂の力でバリアを壊す。そうすれば我々モンスターは地上に戻れるのだ。もう一つ大事なこと、なんだ。出口にたどり着くのは王様のお城を抜けないといけない。すべてのモンスターを滑る王子、彼のことは誰もが大好きなんだ。王様はモフモフしててすっごくいい人だから心配ない。ドリーバさん、お家に帰らせてくださいってお願いすればバリアのところまで案内してくれるはず。そんな中で話が長くなったが、俺様は家に帰って貴様の頼れる友達として待機しておく。いつでもデートしに来ていいぞ。パピルス、どこ通ってんの今。海の上通ってったよね。それじゃあ右に行こっか。王様に会いに行くっていうことか。あの氷丈夫だな、まだ流れてるけど。これはこれ調べれないの、この氷のかけら。ダメか。それじゃあこのまま右に進んでみましょう。サンズいる。そしてこの子供もいるじゃん。おっす、お前もこっそり街を抜け出してあの人に会いに行くのか。だよな、超絶かっこいいもんな。いや知らないけどね、どんなのか。今んとこ俺に入ってるのはモフモフしててっていうことしか知らないんだけど。母ちゃん誰この子の。てかこれはエコフラワー。話しかけると最後に聞いた言葉を繰り返す。これはエコフラワーだ。さ、話しかけるといや、いるこの軌道、後でいるのかな。サンズはどうかしたか。オイラ仕事を掛け持ちしてんのさ。おかげで休憩時間も2倍。いや、では働く時間も2倍でしょう。グリルビーズに行くけど来るかい。行ってみる。そっち、そっちなの。あ、待って、セーブさせて。え、待って、どっから来たか分かんないんだけど。お、サンズ調子はどうだ。サンズいらっしゃい、人気もんじゃんサンズ。いや、最後に食いに来た朝飯は30分も前だぜ。30分前に飯食ったってついさっきじゃん。さすがサンズ、面白いな。お、何話すんだろう。ブーブークッションが置かれてたな今。どっかのアホがブーブークッション仕掛けてたりする。お前じゃないのかサンズ。何食う、バーガー食うか。いいね。よ、グリルビー、バーガー2つ頼むぜ。さっきね、パピルスと友達になったんだけど、そこ兄ちゃんは知ってんのか。ダサい、ダサいけど可愛いよねパピルスって。イケてるっていうわけじゃないな、ダサいにしてみる。分かってないな、オイラに皮肉は通用しないぜ。パピルスは本物のスター。オイラに警備員の仕事を勧めたのもあいつだしな。
あんたにはわからないだろうけど、怠けてる時に叱ってくれるやつがいるのはいいもんだぜ。まあ、オイラが怠けるなんてありえはしない話だけどな。よし、バーガー食べようぜ。バーガーいいね、ほんとバーガーっぽいな。ケチャップかけるか。はい、俺ね、ハンバーガーにケチャップね、多めするの好きなんだよな。キャップが取れてボトルの中身が全部やばこれはやばい。サンズ優しい。ケツ書いてるけど。で、パピルスだけどさ、あいつが頑張り屋なのは認めるだろう。ロイヤルガードになるために地道に努力してるしさ、あいつロイヤルガードのボスの家まで行ってメンバーにしてくれって言ってんだぜ。まずね、そのロイヤルガードが何なのか俺わかんないんだよね。ロイヤルガードってなんだろう。王家七部会みたいな、ワンピースで言うと。で、サンズ話長くね。俺冒険したいんだ。俺今日あんまり冒険してないんだよマジで。何これ、言葉を話す花って聞いたことあるかい。え、最初に言ったやつでしょ、ブラウィーだったっけ。めっちゃね、あいつ踏みつけたいんだけど。そいつはエコーフラワーっつって、沼地のあちこちに生えているさっきの水色のやつかな。この花に声をかけるとその言葉は何度も繰り返すんだ。だからなんだって、パピルスがさ、この前変なこと言ってたんだ。一人でいると時々花が一輪現れて話しかけてくるって。そいつだ、あのやばいやつでしょ、一番最初にいたブラウィーか確か。褒めてくれたりアドバイスくれたり励ましてくれたり予言をしたりするって言うんだけど、おかしいよな。きっと誰かがエコフラワー使ってからかってんだ。あんたも気をつけてくれよ、頼んだぜ。いや、気をつけるから、冒険したいよサンズ。そろそろ仕事が山積みなのにあんたが引き止めるから。そうだな、悪かったよサンズ。おいら金欠だからお勘定頼んでもいいかいやいや高くねこれ、めっちゃ高いんだけど。一応廃棄しておく。クリルビー、今日も付けにしといてくれ。絶対付けめっちゃある。絶対サンズ付けめっちゃある。なんか言おうとしたけど忘れたからいいや。よし、それじゃあ冒険に行こう。もうほんとね、いい加減冒険に行きましょう。待って、パピルスいるんだけど。めっちゃ見てくる、ほらめっちゃ見てくる。やばくないこれ俺様とデートしに戻ってきたな。貴様はどうやら本気らしい。とっておきの場所、どこに行くの。待って待って、冒険したいんだけど俺。足速くね、ピオキング。そんな足速く行けるの。え、何、俺様の家、何今の無駄な動き。あ、入れるわ、やったね。一番右上めっちゃ怪しいオーラ出てるけど、これは、それは兄ちゃんのペットロック。なんだろうペットロックって。俺様がやる羽目になるお決まりのパターン。まあいいや。汚れた靴下、メモがたくさんついている。兄ちゃん靴下拾ってよこれサンズの靴下か、汚ねえな。5センチ動かしてどうすんのこの兄弟癒されるな。なんかだっておいらの部屋に戻さなくていいって、もういい。この本気になるな。なんかジョークの本、中身を見る。はい、ジョークの本の中に量子物理学の本が入っている。さらに中身を見た、量子物理学の本の中に別のジョークの本が入っている。さらに中身を見た、別の量子物理学の本が入っている。これ以上見るのはやめた。この右上怪しくない、めっちゃ。いけるのかな、やっぱダメか。左上もダメっぽいな。そこは俺様の部屋だ。家の中を一通り見終わったなら部屋に入ってデートっぽいことをするか。はい。お、音楽なし。一丁前にパソコンあるんだけど。俺様はネットで有名人、あと12人でフォロワーがついに2桁に突入するたったのちょっとしかいねえじゃん。嵐に煽られたりすることもある。ダサいフォントで寒いダジャレを送ってくるやつもいて困ってる。で、この部屋は何があるんだ。部屋を見終わったならそろそろデートを始める。始めてみるか。じゃあデート始め。待って、戦うの。デートスタート。ではデートを始めるとしよう。え、なんだこれ、
めっちゃ音楽がいい音楽なんだけど。なんだこの音楽、全然戦闘っぽい音楽じゃないぞ。え、図書館でデート公式ルールブックを借りてきた。だから絶対楽しい時間になる。じゃあ早速読んでみよう。ステップ、コントローラーの×ボタンを押すとデート用メニューが開く。 X ボタンか、これマンって書いてる。うひょう、情報満載。なんこれ、なんだこのゲームは。ギャルゲーかこれ今。なんだこれ。それでは次のステップだ。ステップに、相手をデートに誘いましょう。お本、人間、この偉大なるパピルス様は貴様とデートするぞ。はい、めっちゃパピルス顔が可愛いんだけど。ってことは次のステップだな。ステップ3、服装には気を使いましょう。服装、俺1個しか持ってないぞ。え、服装に気を使う。貴様が頭に巻いてるそのバンダナはまさに素敵な服装ではないか。それどころか貴様はずっと前からすでに素敵な服装をしていた。ということはまさか俺様と出会った瞬間からデートしたかったのか。じゃあはいにしておく。え、なんだこれ、何のゲームだこれ。アンダーテールってこんなゲームか。デートパワー、何今のゲージ、ピリピリゲージ。このゲージを振れ幅を大きくすればいいのかな。デートで負けるなどあってはならん。すぐに鼻を明かしてやる。俺様だって素敵な服装ぐらいできる。何しろいつも普段着の下におしゃれ着を重ね着しているのだ。どれ、靴と手袋とバンダナしか見えないけど、あと鎧みたいなやつ、とくと見よう。どうなる、ダッサ。どうするこれ、ダサいねにする。いやダサいねに正直言ってみるか。正直なコメント、俺様を思ってくれてる証拠。よしよしよし、このデートパワーを最大にすればいいんだろう。シークレットパワーを理解していない。従って貴様が今言ったことは無効。どうやらデートはここまでのよ。それとも貴様に俺様の秘密が暴けるかな。まあ無理だろう。お、なんか A ボタンで調べるのか。覚えておけ、全ての服はこうやって改造できる。これ帽子か、帽子か、帽子、そう帽子だ。なんだこれ、プレゼントがあるぞ。くれるの、開けてみるか。これはスパゲティだな。だと思っただろう。そう、絶対これスパゲティでしょう。ただのスパゲティではない。職人が丹精を込めて木の樽でじっくり熟成させた後、マスターシェフのパピルス様が料理した。これ食べてみる。じゃあ少し食べた。まずいのか。じゃあまずいって正直に言おうぜ、ピオキング。何一人でダメージ食らってんの。倒した。あら、デートパワーがマックス超えたんだけど。え、貴様は俺様に首ったけだ。貴様の言うこと、貴様のやること、みんなみんな俺様を喜ばせるため、人間、俺様も貴様を幸せにしたい。だから今俺様の気持ちを告白しよう。ついに伝える時が来た。この偉大なるパピルス様は、俺様は、その、なんかちょっと熱くない、俺だけ告白するのか、パピルスよ。なあ人間、すまない、俺様は貴様のことが好きだが、恋人同士の好きとはちょっと違う。俺様なりに頑張ってみたよ。貴様に口説かれたから、とりあえずデートをすれば貴様のこと好きになれるかなって、貴様の気持ちに応えられるかなって。だけど残念ながらそれは俺様の思い違いだったようだ。俺様の気持ちは変わらない。その上デートなんかしちゃったせいで貴様をもっと俺様に夢中にさせてしまった。今日さ、全然アンダーテール続きっぽいことやってなくない？大丈夫？これ。大切な友達になんてひどいことを。いや、待って、ダメだ。俺様は絶対に失敗などしないのだ。人間、俺様は貴様を決して見捨てはしない。これからも貴様のいいお友達でいてやる。今日のことはなかったことにして、そもそも貴様もめっちゃいいやつだった。話長えな、今日。今日話めっちゃ長くない？
俺様は貴様にキスできないけど、どうか傷つかないで。だいたい俺様には唇がないし、ないな、歯しかねえだ。いつかきっと俺様くらい素敵な人が見つかるよ。いや、それはないか。でも2番目に好きな人ときっと幸せになれるよ。やっと終わったか、このデート。長かったな。え、長くね？お、いいね、番号もらったわ。あんまりかけたくないわ。でも話長いから、中覗いてみる。よし、もういい、もうパピルスはもういい、もう早くセーブしに行こう。流れ落ちる水の音を聞いて決意がみなぎった。セーブ。はい、それじゃあこのアンダーテールパート4終わりたいと思います。小5のカレンさん見てくれてるかな。小5のカレンさんっていう方がコメントしてきてくれて、本当の小学5年生のカレンさんだったら、ぜひね、実況ね、続けていきたいなと思って、すぐにね、この動画を収録してあげてます。子供には甘いんだよな俺。今日はね、ちょっと会話パートが多かったけど大丈夫だったから。それじゃあね、このパート4アンダーテールを終わりたいと思います。それじゃあまたね。